いや、これだけクオリティ高いんで、これ2個買っとけばよかったな。皆さんこんにちは、ジェイソン・リゴリューです。はい、今回の動画は、はい、レゴエクストラシリーズを3つ買ってきましたので、3つ一気に開けてレビューします。はい、今回買ったのはスポーツアクセサリー、街灯セット、ボタニカルアクセサリーセット2です。で、僕はこのボタニカルアクセサリーセット2を2つ買ってます。あの設計製図のプレゼンテーションで装飾品に使えるから2個買いました。では3つ一気に開けます。はい、3つ一気に開けました。ちなみにこの3つの中でパーツが一番多いのはこちらのスポーツアクセサリーセットです。全部で36ピースあります。で、次に多いのはこちらの街灯セット、全部で34ピースです。で、一番少ないのはこちらのボタニカルアクセサリーセット2です。それでは3つ一気に組み立てます。はい、まずはスポーツアクセサリーセットから紹介します。はい、まずはこちらのアーチェリーから見ましょう。はい、台座はこのようになってます。台座のここがヒンジなのでこのように稼働します。そしてこちらがアーチェリーの弓矢です。弓と矢は一体化してますけど、めちゃくちゃクオリティは高いです。はい、ミニフィグに弓矢を持たせるとこんな感じです。では次はこちらのフィールドホッケー一式です。この2つがゴールで、これがスティックで、これがボールです。ボールというよりかはエアホッケーのパックですね。はい、ミニフィグを使ってみるとこんな感じです。はい、次はスキーセットです。これがソリで、これがヘルメットで、これがマトックです。はい、ミニフィグにつけてみるとこんな感じです。はい、では残りは一気に紹介します。これがローラースケート、これがフィギュアスケート、ヘルメット、トロフィーです。はい、ミニフィグにつけてみるとこんな感じです。はい、次はこちらの街灯です。ちなみに前回レゴエクストラ開けた時、これによく似た交通信号がありました。で、個人的にこちらの街灯、めちゃくちゃクオリティが高いです。いや、これだけクオリティ高いんで、これ2個買っとけばよかったな。はい、街灯は全部で2本あります。こちらが普通の街灯で、こちらが看板付きの街灯になってます。さっきも言ったんですけど、この街灯めちゃくちゃクオリティが高いです。そういえばレゴエクストラでシールのセットがあったんですけど、ここにシール貼っちゃえば完全に表紙案内板付きの街灯になります。いや、これはすごい。はい、次はこちらのランプです。ランプは全部で2つあります。このランプのクリアパーツはミニフィグのヘッドパーツと同じです。では次はこちらのランタンとカメラとスマホです。スマホのこのデザインめちゃくちゃクオリティ高いな。カメラに関してはいつも通りのカメラで、ランタンもいつも通りですね。はい、残りは郵便ポストとベンチと新聞です。いや、どれもクオリティ高いな。で、個人的にこの新聞が結構好きです。まあ、写真を見る感じ、消防士が猫を助けたなのかな。多分そうだと思います。そして郵便ポストはこのようになってます。で、ここが開きます。はい、ミニフィグを使ってみるとこんな感じです。はい、では最後はボタニカルアクセサリーセット2です。今第1弾を見てるんですけど、第1弾にはカエルや大きい樹木パーツがあったんですけど、今回はカエルもなくて大きい樹木パーツも入っていません。フェンスも白色から茶色に変わっていて、あとはこういったパーツが入っています。はい、木のパーツはこのようになってます。ではこちらの木のこちらのパーツをこちらに変えます。繊維の方で、はい、こんな感じです。おお、これはいいですね。ただこの白いパーツも入れておけばよかったんですけど、今回これ入ってないので若干違和感はあります。はい、今回作ったエクストラシリーズ全部並べるとこんな感じです。あー、やっぱね、レゴエクストラシリーズはいいですね。あの、個人的な意見なんですけど、そろそろ日本のボタニカルシリーズも出てほしいです。で、さっきも言ったんですけど、次レゴストア行くときはこの街灯セットはもう一個買います。はい、レゴエクストラシリーズスポーツアクセサリーセット、ボタニカルアクセサリー
セサリーセット2、該当セットはこんな感じです。はい、ということでレゴエクストラシリーズ3つ全て開けてレビューしてみました。やっぱレゴエクストラシリーズはめちゃくちゃいいです。ちなみに値段は言ってなかったんですけど、僕が行った梅田のレゴストアでは1つ600円か700円ぐらいで買いました。レゴのミニフィグのアクセサリーパーツが欲しい人はレゴエクストラをおすすめします。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、今回の動画面白ければグッドボタン、高評価をよろしくお願いします。そして僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントやリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ。